こんにちは、リリアンです。今日は私一番好きな日本ドラマの紹介戻ります。なぜですか？私最近またいっぱい日本ドラマを見ました。特に以前のドラマ、台本はすごく素晴らしいです。あと役者の芝居も私に感動させた。だからみんなに続けてシェアしたいですよ。今日は紹介したいドラマの名前は家政婦ミタです。これは松嶋菜々子さん出演のドラマです。驚いたね。彼女全然表情がないキャラクター意外に似合ってるよ。彼女のセリフ、私家政婦ミタです、本当に全然感情がない、ショック。だから私今日もこのドラマのテーマ曲が歌いたいです。この曲は斉藤和義さんの曲です。優しくなりたい。彼の曲はちょっと純粋なロックがあります。素敵です。私のバージョンもいいですよ。聞いてください。地球儀を回して世界百周旅行、君がはしゃいでいる眩しい瞳で、光の後ろ側忍び寄る影をし、懐かしの昨日は今目の中に、優しくなりたい、優しくなりたい、じゃない、強くなりたい、優しくなりたい、いかがですか？素晴らしいでしょ。このドラマ放送した後、一つ新しいドラマを出ました。名前は家政婦ミタゾノです。私そのドラマは全然見たことがない。ただあの時あのドラマの写真を見てちょっと気持ち悪いじゃないですか。だから今も全然興味がない。でもこのドラマもしかして日本で超人気ですかね。今年までもうシーズン4放送しました。ショック。今まで私このドラマを全然興味がない。ぜひ私心の家政婦ミタさん壊れさせないで。ありがとうございます。じゃあ私家事をします。バイバイ。